2023年11月1日、11月になりました。ね、朝晩結構ね、気温がぐっと下がり始めてきたので、こうなると、レモングラスをね、ちょっと収穫を急いであげないといけないんですね。ここはいつも撮影している畑とは違って、家からちょっと離れたところにある、広い畑ですね。ここちょっと見渡す限りぐるっとそうで、1丁分ほど今ある畑です。ここは主に野菜を作ってるんですが、ハーブもね一部あります。レモングラス、ここがぐるっとあって、そして、この辺りもね全部レモングラスが2列ほどありますね。全部は収穫しきれないんですけど、少しずつ収穫をしていこうと思います。こんな風に根元から、今回はね結構多めに残してます。30センチぐらいは残してるかな。もうちょっと短く切ってもいいんですけど、もうこの後寒さがすぐ来てしまうので、あんまり短くすると、根のダメージが、寒さのねダメージが強くなっちゃうので、ちょっと長めに残してます。可能であれば、こちらね、こちらは1ヶ月ちょっと前ぐらいに刈り取って、またこう再生してきてる部分なんですけど、これぐらい再生した状態で冬を越させると枯れることなく冬越しができます。ちょっとねタイミング的に若干遅いかなと思うんですけど、今年ね暖冬っていうことなので大丈夫かなと思って、それでもいつもよりちょっと長めに切ってます。これはね、鎌でどんどん切っていっては、こんな風に枯れたね、部分とか、草も混じってたりするので、そういったものを取り除きながら綺麗にして、こういう状態に分けて、でこれで乾燥したりとか、お茶にしたりします。一部は、レモングラスのこの葉っぱを使って籠を編むワークショップなんかもしているので、籠編み用にもねちょっと綺麗な状態で吊るして乾燥させる予定です。今日はレモングラス収穫がまだまだ続きます。